いらっしゃいませ。窓際の席へどうぞ。ご注文は何になさいますか？そうめんお願いします。そうめんですね。かしこまりました。ガオー、こんばんごはん、パーソナリティの小川葵です。はい、そうめんね、もう7月ですからね、暑いから涼しいの食べようっていう感じです。でね、最近ですね、気になる芸人さんを見つけたんですよ。シークエンス早友さんっていう方なんですけど、霊感ある芸人みたいな、なんかこう誰がこう周りについてるかとかを見える方がいらっしゃって、こう絵に描いてこう、あなたはこういうオーラを持ってますみたいなのを教えてくださる方がいるんですけど、そういうのめっちゃ好きで、なんかちょっと聞こえるけどちょっとそういう心霊系の話、心霊系なんかやっていきたいなって思ってます。お待たせしました、そうめんになります。冷たくしておきました。今日も元気にスタート、天下百軒ザンラジオ、略してザンラジ、88膳目、召し上がれ。この番組は稲葉郷ちゃんと超仲良しな私小川葵が明治館にお邪魔して、天下百軒ザンの声優さんとおしゃべりして、ラジオドラマもやっちゃうという砂防でワイワイ系おしゃべりラジオです。はい、今日のゲストの方はですね、いやちょっと嬉しい何て言うかな、同郷なんです。早速登場していただきましょう。どうぞ。大義もう無理、ほんと、大義部屋戻る。天下百軒ザン毛利藤四郎役の吉田優里です。なんてボールを投げるんだろうって思ったんですけど、いや爆笑でした。素晴らしい。本当ですか？ガムシですよ、そんな。天下百軒ザンラジオというわけで、吉田さんとはですね、はい、はい、あ、でも以前お会いしたこともそうですね、はい、ご一緒させていただいたことがちょろりとあります。ちょろりと、あ、じゃあじゃあ、その説はもう、ありがとうございました。お世話になりました。でもですね、はい、私、個人的になんですけど、はい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 、以前、お仕事でご一緒させていただく前から、はいはいはい、吉田さんのことを、はい、知っておりまして。あ、はいはいはい。はい、ね。そうなんです。某、もう一人同郷の声優さんがいるんですけれども、はい、はいはい、その子からもいろいろ話を聞いていたりしまして。はい、私もです。あ、そうですか。うん、はい。で、その時もそうなんですけど、うん、その前から、え、嘘？あれ、それじゃなくてなんですか？あ、そうなんですよ。本当に個人的に、はいはい、まだ私がお仕事する前から、はい、あるアニメを見ておりまして、あー、なんと。吉田さんを、拝見し、すっげえ可愛い声と思って、しかも、あー、同郷じゃん、すげえってなって、そうだったんですか。そうなんですよ。なんと知らずで、はい、それがこう繋がっていって、嬉しい、はい、なんとこうやっておしゃべりができるように、そうなん、嬉しくて、ありがとうございます。いやー、楽しい、嬉しい、こうやっておしゃべりできる日が来て、いや本当にそうなんです。私はもうまさに、はい、小川さんは佐賀の苗字だって思いました。そうですよね。そうですよ、多いんですよ、クラスに3人は佐賀がいますよね。そうです、どの子がみたいな、男の1、2、女の3みたいな。そうねえ、そうなの、小川さん多いから。そうそうそう、でもなんか本当にこっちに来たら全然子がいなくて、うん、いないですね、はい、全く合わない。そうなんですよ、だからやっぱ九州に多いんだなと思って、ね、なんか子が市みたいな、市もありますからね。うん、ありますね。はい、そうそうそう。ど佐賀県という感じでやらせていただいてます。ね、やらせていただいてます。私も一応やらせていただいてます。はい。じゃあもうどうしよう。うん、もう佐賀のこといろいろ話したんで、うん、もうここから行っちゃおうかな。うん、なるほど、はい。はい。やっぱりね、うん、佐賀トークはもっとしたいんですよ、私は。はい。なかなかいないんですよ、いないですね、東京の方っていうのは。うちの、シグマの
先輩に、はいはい、あの井上五郎って方がいらっしゃって、はい、その方はもう佐賀生まれ佐賀育ちで、はい、新聞に佐賀新聞に載られていたで、よくご存知、そう佐賀新聞に、ね、載っててね、親から連絡が来て井上五郎さんって知っとんねんってお母さんめっちゃ佐賀弁やん、そうなんもうはぁっつって、ね、そうですね、はい、え佐賀に凱旋したことありますか。凱旋は福岡まではあるんですよ。あ、佐賀になかなかね、そうなんですよ、行ったことなくて、ちょっとここで佐賀に呼んでもらえるように私もついでにアピールしておきましょうね。あ、そうしましょう、よかったら佐賀に呼んでください、呼んでください、お願いします。あともう一人いるんだよ、分かんないけどお願いします、お願いします。え、あれですよね、でも市内じゃないんだよね。あ、あー、佐賀の中でも田舎の方で田舎の方でいらっしゃる、そう聞きましたか皆さん、こうやってね佐賀の中でもあのヒエラルキーがあるんですよ佐賀市の中でも多分ね、よそから見たらね、目くそ鼻くそだろうと思うかもしれませんけれども佐賀の中にもあるんですよ、はい、そうめっちゃバカにされるそんなとこからよく来たねって言われる、頑張ってもありがとうございます。東京に来てもこの田舎ヒエラルキーを感じて生きなきゃいけないのかこれさ、東京の人たち聞いてると何言ってんだこいつって言っちゃいますね。チャレンジ出て、どうしようどうしよう、え、じゃあちょっと軽くじゃあ他のことも軽く触っていきますね、はいはい、え、じゃあ、じゃあ最近のマイブームを教えてください、はい、最近のマイブーム、はい、クソ高いサラダを食べることですなんかパワーワードっぽい、クソ高いサラダを食べること、はい、何ですかクソ高いサラダって。なんか普通やっぱまあサラダってちょっとご飯のお供的な、はい、そうですね、ちょっとなんかおしゃれな、はいはい、あのカフェとか行くともうサラダがご飯やでみたいな基礎できえまずなんかボウルに入ってある、はい、あるじゃないですか、はいはい、それのなんかもうサラダに特化したお店があって、はいはい、もうまさにじゃあ意識高いっていう感じの店なんですけど、はい、もうだって店員さんに注文しないんですよ。え、パッドみたいなの置いてあって、はい、そこでピュッ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 と押したらかっこいいスタイリッシュ、うーんって出てきてもう現金はあのノーですみたいな、もう自分好みのサラダを作ってもらって意外とお腹にたまるんですよ。そう、意識高い、この時期いいですよ、多分なんか夏、ね、確かにそうですね、食欲とか落ちてくると、うんうん、栄養取る気にもならないし、かっこいいって思いながら食べる、素晴らしい、いいですね、クソ高いサラダだって健康に気遣ってるし、てる意識も高いしなんか店内もおしゃれだしなんかいけてんじゃねっていう気持ちにすごいなれるの で、 いいです、ね、おすすめです。ぜひやってみて、じゃあまず現金から離れまずね、そうですね、ちょっとまだ全然現金使っちゃうんで、あ、わかりますよ、はい、まあでもクソ高いんで、その気持ちだけ、その気持ちだけ、はい、そうですね、ぜひ持っていただいて、くだらにすごい、クソ高いサラダいいな、うん、では、いよいよね、はい、みつるぎちゃんのお話へ行きたいと思いますあのビジュアルのですね、はい、あの細い腕とこの棒のような足がすごい好きでそこ本当にそこなんですね、棒のような足すごい好きなんですよ、確かに本当引きこもっているよっていう感じで、ね、感じがしましたね、はい、もう色白白でしょ、色白白でも本当に日に当たってないんだねっていう感じなんですけど、はい、いいですよね、ねえ、じゃあ改めてなんですけれども、はい、どんな子でしょう。この子はあの本当にめちゃめちゃニートです、うんうん、ニートです、全く動こうとしませんはいはい、かつもう無気力な感じで、うん、もうね、なんていうんですか、すぐサボろうとしますね、もうだるいなみたいな感じの子なんですけど、でなんかやる気ねというよりは、はい、人とあの触れ合ったり、はいはい、コミュニケーションを取ったりすることが苦手で、はい、ちょっとあのできればやりたくないですっていう感じなんですけど、はいはい、めっちゃネガティブなね、コミュ障なんですね、コミュ障ですね、めちゃめちゃね、そう、ちょっとわかるな、あ、あ、そんな感じですか、はい、そうなんですよ、ちょっとあの、あ、ちょっと今日コミュ障なんですね、うん、あ、何ですか今のまま今のまま何ですかコミュ障独特の間です今のは、あ、なるほど、はい、ちょっとなんか、はいはい、あの、テンパっちゃうんですよね、なんか、あ、喋んなきゃ、あ、やばい、あ、あ、でもわかりますわかります、本当ですか、私もどっちかというと、本当ですか、うん、そんな感じが全然しないそうなんですか、いやいやいや、全然もう、外すらよく、ここではちゃんとしなくちゃニコニコという場合もね、あ、素晴らしい、たくさんありますよ、かっこいいでございます、なんでですかいいですね、で、あ、ちょっと話がまたそれで、良くない良くない、うん、で、ちょっとモーリーの話しますよ、ね、はい、はい、じゃあね、脚本もね、はい、いただいた時、どんな印象をお持ちになりましたでしょうか。
もう3点リーダーがクソほど多いと思って確かにびっくりしました、はい、最初もなんかまず大義っていう言葉を見て大義ってなんだ、はい、確かに大義のことでいいのかみたいな感じからまず始まり、はいはいはい、3点リーダーが多い、あのめっちゃずっとなんかどもってる、あのもう何でもあのみたいな、はいはい、とかすごい多くて、はい、これはもしかしてすごく大変なのではと思って、その要素を拾いながらお芝居をね、はい、しようと思ったんですけど、はいはい、いかんせんそのなんかこうそういう楽さと、うん、幼女のためならめちゃめちゃ行動力を発揮するっていう子なんで、はっはっしながらさあ、でも本当にもうあの息をって言ってるイメージ、まさにです、はい、こうもう収録にいた時も、はい、あのなんか思ってこれを活かして頑張るぞと思ってやったら、うんうんうん、もっとやってくださいみたいな、あのもっともっとあの息遣いも荒い感じで、はいはいはい、もっともう目もなんか合わない、はい、合わせられない、うん、キョロキョロキョロみたいな、もっとやってくださいって言われて、はい、もっとですかってなってただでさえ割とやったつもりなんですけどって思いながらはいやりますって言ってプロだやりましたけど、もう汗だくでしたね、終わったら髪もぐしゃぐしゃなんならちょっと酸素が足りませんぐらいの感じで結構でもカロリー使いますよね、カロリー使います、この子は、ね、ヘロヘロなんです、声は多分、うんうんうん、全然ハルコ方じゃないので、うんうんうん、声的に疲れたのはないんですけど、うんうん、もう単純にフィジカなんだ、体力フィジカルフィジカルエンド体力がもうごっそり持っていかれますえ、なんかあどうしよう、うん、もっと聞いていいのかな、モーリーさんとの出会いっていうのは、はいはい、こうもうこれお願いしますっていう感じだったのか、もしかこうオーディションからだったのか、これお願いしますでしたね、あそうなんですね、はぁー、でも遥か昔に多分別の役を受けさせていただいたことは、はいはい、なるほど、あったような気がするんですけど、で、あーご縁がなかったな、残念だなって思ってたら、うんうんうん、なんかすごい変化球でキャラ来てびっくりしましたね確かに私基本的に人間じゃなかったりとかすることがすごい多いんですけど、可愛らしい、はい、あ、いやいやいや、幼女を演じる側なの、ちっちゃい子を演じる側なので、はいはいはい、イメージあります、そっちをめでる側っていうのが、はい、私はちょっとこれキャスティング間違っているのか私で本当にいいのかとは台本見たとき思いました、ね、合ってるでも事務所から言われたし合ってるのかと思ってでもなんか逆にこうなんでしょう、はい、幼女をたくさんこう演じてる経験があるからこそこのここが可愛いみたいな、ここを見せたいみたいなところがよくわかるから、このめでられる気持ちがよくわかっているかもしれない。でもそんな可愛いみたいな感じではめでてないけど、ちょっと現実的ハードルは高いですね。彼女はね。そう、確かそうですね。じゃあ結構レアなのかもしれないですね。レアですね。だから嬉しかったです。うん、ありがとうございます、本当に。もっともっとめでてください。はい、お願いします。はい、たくさんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。続いてはふつおた。今週も隊長さんたちから心のこもったお便りをいただいているので読ませてもらおうと思います。ありがとうございます。はい、吉田さんにもぜひ読んでもらおうと思うんですが、いいでしょうか。わかりました。ギャラ分働きありがとうございますね、それ以上発生しないように頑張りますああ、言えば公開すな素晴らしい。で、ね、はい、ではでは私から読ませていただきます。はい、隊長名藤巻まきまきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、そしてゲストの吉田ゆりさん、こんばんは。あー、こんばんは。ありがとうございます、お二人は佐賀県出身という共通点があるので、うん、一つお尋ねしたいことがあります。よかろう。お二人が佐賀県にいた時、はい、これは全国区だろうと思っていたけど全国区じゃないと知った時に驚いたのは何がありますか。うん、僕は竹下製菓のブラックモンブラン、うん、フランソワ、え、嘘、はっちゃん堂が全国区ではないと知った時はとても驚きました。 PS 九州在住のものより。そっか、フランソワって違うのか。フランソワこっちで見たことないですね。フランソワって何ですか。パンパンです。フランソワ知ってる、すごい知ってる、うん、そう知ってると思う知ってる、 CM めっちゃ流れてるし、はい、やってますよね。そう、はっちゃん堂、はっちゃん堂って何ですか。たこ焼きはいかがですそれだそれだそれだ、わかんない人が聞いて何を言ってるんだという会話でしょうけど。そうなんだ。そう、確かに、はっちゃんのこっちで見たことない。確かに、うん、フラ
ンスはもうないんだ。ないですね。ブラックモンブランはないんだなっていうのは、うん、初期のこっちに来た初期の頃に気づきました、うん、でもたまにね、なんか最近ちょっとずつ本当ですか、あるとこにはあったりしますね。なんかもどきみたいなのありません？もどきもあります、ね、ありますよね。あれちょっと本当にわっと思って、ね、しょうわっわっ嫌な気持ちになる、ね、わっていう、ね、あとなんだろう、あの袋入りのかき氷ないって知って、え、そうなんですよ、氷って書いてあるよ、そう、あれ私ショックでした、なかった時ないんだ、そう、スプーンでこうベッて上を開けてパリパリって食べたりとか、はいはい、お家にこうお皿に出したりとかするじゃないですか、ないんでしょ、袋入りのかき氷はこっちやな、ないないの、ない凍りすぎたやつをガッ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 って崩しながらこうやって出すやつ、ジャリジャリジャリっていうね、いや、あれはないんですよ、だってもうカップのかき氷しかこっちはないですよね、え、そうなんですか、ないないないそうなんだ、そうなんだ、ないんですよ、ショック、そう、びっくりしました。夏の大事なお供なのに。そう。え、あとなんだろう。え、あとこれ私再三言ってるんですけど、はい、肉まんに、あ、酢醤油つかない。そうそうそう、ねえ、びっくり、本当に。ね、酢醤油かけるよねみたいな話をした時に、うんうんうん、歯みたいな。そう、歯ってなる。そう。悲しい。逆に歯みたいな。何？かけるよねっていうやつになっちゃう。もうショック。だって初めてそのコンビニで肉まんをこっちに来て買った時に、はいはい、その肉まん一つって言って、はい、肉まんポンって出てきて、はい、しばらくお見合いしましたもんってこうじーっと酢醤油はみたいな、向こうもなんすか出してますけどみたいな感じになって、はい、あーみたいになってこうとぼとぼ帰って、検索したらやっぱないから違いだなって思いました。あるよ、いっぱいある、ショッキングですね、ね、ショッキングです、なんだろう、え、トラキチ君知ってますか、ブラックブラックモンブラン、ミル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 クック、トラ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 キチ君ですよ、そうです、そうです、嬉しい、嬉しい、嬉しい、こんなに通じてる、森林公園が分かるってやばいですよ、どん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 無理いただきました。イエーイ、1500件ダウンを始めるきっかけはツイッターに投稿されていたモーリちゃんのファンアートを偶然拝見し、そのちょっと怠惰な、うんうん、性格や容姿に一目惚れしたというものでした。その時は全く気がついていませんでしたが、うん、モーリちゃんを手に入れてプロフィールを見て、デビュー作からの推しである吉田優里さんが演じていたことを知り、非常に驚きました。モーリ藤四郎は本当に偶然の積み重なりで出会ったキャラクターでしたが、また吉田さんの演じるキャラクターが推せることを大変嬉しく思います、うん、話は変わりますが、お二人は普段大義と思うことでも、これがあるなら頑張れるといったことはありますか、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。モーリさんのファンアート見たいです。ねえ、大義と思ってる。これがあるなら頑張れる。なんだろう。頑張った後のご飯は美味しいですよね、やっぱり。ナバゴーさんかな。ナバゴーさんかな。美味しいですね。え、でも他に何がありますか、なんか。ねえ。なんだろう、美味しいご飯。ねえ、でも、そうなっちゃいますね。はい、ねえ、数少ないお友達と会う約束とかはね、そう、ああここまで生きなきゃ、そう、ここまで生きなきゃなと思うんですよ。はいはい、なんかお仕事もそうですけど、はいはいはい、なんかじゃあ友達との約束も、なんか友達との約束しちゃったから断ったら迷惑だから生きなきゃみたいな。それにちょっと似てるかもしれないですね。あー、なるほど。ちょっと質問の意図と違うかもしれないですね。約束のために、うん、そう、でもすごい、でもそれ大事ですね、大事ですね、確かに生きねば、生きねば、生きねばですよ、頑張りましょう、はい、よかった、じゃあ今日も、あ、そうです、今日もね、ここに
来るまでに、はい、来ねばと思って、そう思ってきました。よかった今日も生きてくださってた。ありがとうございます。応援しております。こんな感じで私とね、ゲストの方にやってほしいことなど含め、ふつおたを大募集中です、うん、公式ホームページからどしどしお送りください。それではここで一曲聴いていただきましょう。うん、みつるぎちゃんたちが可愛い着ぐるみ衣装に大変身、うん、いつもと違う格好にちょっとだけ照れてしまったり、そんな3人のシャイな乙女心をロックと動物の鳴き声に乗せてお届けします。粟田口国芳、乱れ藤四郎、毛利藤四郎でシャイシャイシャイニングです。お聴きください。どうぞ。いただきました。すごい、わなんかあの意外でした。とっても、うんうんうん、はい、かわいい。サビめっちゃ好きです。あ、嬉しい。私もです。超かわいい。なんかおしゃれな感じありますよね、はいはいはい、そう。だってまずモーリが歌ってるところが本当に想像できなくって、うんうん、ついてから、うん、これはあの歌ってるところが想像できないんで、ちょっとどこまでキャラでできるかすごい不安なんですけどって言ったら、イメージ的にこう一人で人からに来て、うんうん、超ノリノリで弾けちゃうみたいな、こう、うんうん、その扉をこうバーンって開けちゃってるみたいなって言われた時に、なるほどそれだってすっごいすっきり来て、うんうんうん、めっちゃ一人でもうそのスタジオでそれだ、あ、そうだ、なるほど、わかる、好き、あ、行けますみたいな、めっちゃ一人でそのぐらいで歌った記憶があります。確かに弾けてましたね。そうなんですよ、うんうん、絶対やるのよだーってなっちゃうタイプだからで、確かに、はい、一人だとバーってなりますよね、うんうん、ですです、うんうん、だからセリフのところはこうちょっとあわあわってなりつつも、うんうん、結構ノリノリに頑張る、うんうんうん、なんならちょっと頑張ってうまく歌おうかなくらいの雰囲気を、うんうん、あのでき出せてたらいいなと個人的には思ってます、うんうん、めちゃめちゃ可愛いです本当に。ぜひね、こちら、うん、お聴きいただいたシャイシャイシャイニングは各配信サイトで配信中でございますのでね、お、はい、なんで気になった方はぜひダウンロードして聞いてみてください。続いてはザンラジオリジナルドラマ外伝ラジオタン、やーい、わーはい、この番組でしか聞けないちょっとレアなオリジナルラジオドラマ、はい、はい、今回は稲葉号と毛利藤四郎でどんなお話になっているのでしょうか、うん、それではどうぞ。あなたは私に包囲されてます。おいしいおかずを持って投稿しなさい。うう
いないよ。いるでしょ。こうなったら無理やりにでも扉を開けて、うい、って、うん、あれ、開かない。ねえ、もしかして鍵かけてる？それは言えないかな。絶対鍵かけてるよね。ねえ、モーリさん、開けて。新商品開発は任務なんだよ。大事な大事な私のおかずなんだからね。そんなことを言われても、この部屋には誰もいないから。いるでしょ。いないと思うな。じゃあさっきから誰が返事してるの？誰だろう。からくり。そう、からくりだよ。自動で返事をするからくり。最近弥生さんが作ったみたいで、それを借りたんだよね。からくりは自分で借りたとか言わないから。そうかも。ほら、毛利さんでしょ。私結構お腹が減ってきてるからね。そうなんだ。このまま何も食べられないと大変なことになるよ。大変なこと？そうだよ。お腹が減るとご飯が食べたくなって、手当たり次第に扉を蹴破り始めるかもしれない。なんで？だってどこかにご飯があるかもしれないでしょ。お腹の減った私はご飯を求めてさまよう御剣だから。言ってることがめちゃくちゃな気がするんだけど。なんでうなってるの？さすがに冗談だよね。蹴破るとかしないよね。します。手始めに目の前の扉を蹴破って部屋に踊り込みます。大義。わかったから、扉を壊すのだけは勘弁して。それが壊れるともう引きこもれなくなる。じゃあ開けてくれる？背に腹は変えられないので、今から鍵を開けます。ちょっと待っててね。よいしょ。これでよし。ねえ、鍵外してくれた？うん、外したよ。どうぞ扉を開けてください。あの壊さないように優しくね。そんなの当たり前だよ。私こう見えても結構おしとやかだからね。それじゃ失礼しまーす。しょって。ねえ、なんで扉開けたらまた扉があるの？その用心？用心じゃないから。この部屋明らかに作りがおかしいでしょ。いや、でもいつ攻められてもいいように守りは完璧にしておかないと。牢城の基本というか。明治館で牢城しないでください。もうこの扉も開けるよ。いや、それはちょっと。じゃあ蹴破ります。さっきおしとやかって言ってたのに。時と場合によるからね。大義。森さん、扉の前から離れててね。いっせーのーせーでドカーンと行くから。あれ、なんだろう。なに？なんか爽やかな匂いがする。匂い？誰
誰か来たのかな。でも、ココとコトちゃんは甘い匂いだし、アツは猫というか木箱というか、ミーちゃんは牛乳の匂いだし、ナマッチもたまに大人っぽい匂いするとき以外は牛乳だから。誰？誰って、誰も来てないけど。っていうか、なんでそんなに姉妹の匂いに詳しいの？紳士としての、たしなみです。私、全然気づかなかったよ。それは、ダメだと思うな。意識が低いというか、もっとみんなに興味を持たないと。ごめん。ちなみになんだけど、博多さんとかいちごさんは？あと、骨ばみさんとゴーさんも姉妹だよね。え？その4人は、いいかな。どういうこと？今さっき興味持てって言ったよね。そこは、なんていうか、大人の事情とか、個人の主義主張に関わるところだから。そういうもの？そういうものです。ところでさ、私気づいたんだけど、これってお漬物の匂いじゃないかな。なんか部屋の中からするような気がするけど。お漬物？あ、心当たりあるの？もしかして毛利さん、私のおかず用意してた？用意してたと言いますか、常備食と言いますか。常備食？ちょっと待ってね。よし、準備完了。それでは、扉の下に、ご注目。下？なんか、ちっちゃい扉が開いたよ。それ、商品の受け渡し専用窓。みーちゃんとごとちゃんにお使いしてきてもらったものを、ここから受け取ることができます。なるほど。なんか出てきた。匂いって、それじゃないかな。そう、この匂いです。すっごいおかずな匂いだ。それ、広島名付けって言って、前いたところの名産。常備食にちょうどいいから、部屋に置いてて。これ、食べていいの？どうぞ。つまらないものですが。それじゃあ、いただきまーす。シャキシャキしておいしい。これはいよいよ漬物です。それは、よかった。じゃあ、今回はそういうことで。ちょっと待って、そういうことじゃないから。お漬物一切れで私が満足すると思ったら大間違いだよ。もうずーっとここで待ってたんだからね。常備してるってことはまだ部屋の中にあるんだよね。あるにはあるけど。それじゃあ改めて中に入らせてもらいます。大義。この扉を開ければお漬物食べ放題だからね。待ってて、私のおかず。これぞ、まさに、こんなこともあろうかと。だよ。はい、いかがでしたでしょうか。ドキドキ。なぎなぎ。すごい、面白かったです。なんか、まさに。
こういう風になるんだなって思って、ねね、立てこもり犯と刑事みたいな感じで、ね、出てこいみたいなやでーすっていう、はい、面白かったし、なんかもともとまずあのゲームでやるのがメインというか、はいはい、ゲームしかやってなかったの で、ねうんうん、まずもう掛け合いをさせていただくこと自体がすごいなんか新鮮で、うん、本当ですよね。でもやる前にすごいあの独特なテンポで喋るっていうのであの会話しづらかったしませんっていう謎の挨拶をしました大丈夫ですよ。でもすごい私的にはなんかめちゃめちゃ楽しかったです。私もです。あ、よかった。なんかこう、あ、こう、こう来るんだみたいなのをこう、毛利なりに投げるみたいな、こうで、それをこう、こうやってこう、拾ってもらうみたいなやりとりが楽しかったですね。すごい警戒心丸出しでしたね。ね、なんかすごい扉、部屋の中に扉が、うんうん、そしてまた扉が何個あるんですかね。結局何個だったのかわからぬまま。どういう、ね、部屋ってじゃあどれぐらい広いんだろう。ね、サイズ感もね、ちょっとわからないけど、ね、意外とこう立てこもるためには、引きこもるためにはもうそんな扉を工夫するくらいまでの、すごいバイタリティが彼女にあったんだなと思います。絶対に人と触れ合いたくない。硬い意志が見えましたね。はい、はい、そんなこんなで、はい、お別れのお時間が迫ってまいりました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。楽しかったのに寂しい、こんなお別れだ。でもね、来週も引き続き吉田さん来てくださいますよね。わーい。みんな知ってたと思うけど、わーい。やったー。ありがとうございます。はい、どんな展開になるんでしょうか。それとね、普通歌の方もぜひぜひよろしくお願いします。詳しくは天下百軒山公式ホームページまで。ということで、天下百軒山ラジオ、略してザンラジ、また来週。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またお越しください。ねえねえ、毛利さん、この前、着ぐるみの衣装作ってたけど、あれすっごく可愛かったです。あれは、みーちゃんのために作ったやつだから。もし、私が着ぐるみの衣装を着るとしたら、どんな動物になるのかな。稲葉郷さんに、あの衣装か…うん、あんまり気が乗らないけど、強いて言うなら…強いて言うなら、犬なんじゃないかな。犬か。どんな犬種なのかな。何色なのかな。言っておくけど、作らないからね。